野田栄子先生と同じ大学から来ている教育実習生の八木博明先生が気絶している栄子先生を必死で励ましていた。救急車が来るからな。聞こえるか野田さん、しっかりしろ。でも加藤さんの意識が戻りそうよ。あ、本当だ。加藤さん、しっかりして。気がついた。Thank you.
自殺とか。そういえば事件の直前、英子先生が声を上げたんです。はっ。